FIFA ワールドカップカタール2022アジア最終予選国代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。今シーズンの欧州サッカーゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、GK12 権田修一 DF3 出野生22吉田麻也16富安武宏5長友優と、MF6 遠藤渡る7柴崎武14伊藤。純也17久保建英18古橋徹青桐 FW15 大迫勇也森保はじめ監督が送り出す11人は上記の通り、フォーメーションはこれまで通り4-2-3-1-2るだろう。 GK は2日に行われたオマーン代表戦に引き続き権田修一となった。センターバックはデンマヤと前回のゲームは不在だった冨安健、酒井宏樹が離脱した。右サイドバックには室清が入り、左サイドバックには長友佑都が入っている。ダブルボランチはオマーン代表戦に引き続き、遠藤航と柴崎岳のコンビ。2列目には右、ライト純也、久保建英、古橋徹青桐が並びそうだ。トップは大迫勇也となるだろう。初戦をポティブな要素を見出せぬまま0-1で落としたホジャパン。ワールドカップ出場に向けに連敗タートだけは避けたいところだが、果たしてのようなパフォーマンスを披露するだろう。両